今日はね、前回ね、フロアコのね、ロングテールピースのお話ししましたけど、でその前にね、このフロアコのね、ロアの塗装をね、なんかヴィンテージっぽく仕上げるときに、ついでに、ヘッドをね、ちょっとバインディングでも入れてみるかな、なんていうね、お話をしたと思うんですけど、まあ、バインディングって言ってもね、いつも僕はよくやってるね、エッジを落としてね、そこをまあ、ヴィンテージホワイトみたいな感じでね、塗装して、で、クリア拭いて、ちょっとアンティークな感じにね、仕上げる、いつもやってるやり方でやろうかなと思ったんですけど、でね、今日ね、一応やってみました。で、エッジをね、いつも通り、ヤスリでね、このヘッドのエッジをね、落としてやったら、いつもみたいにやってたらね、下地がね、結構なんか、この、まあ、マホガニですよね、ネックだから。これはね、なんか下地がね、ちょっと、普段よりね、いい感じの色なんですよ。これなんかね、ホワイトにエッジを塗るのもなんかもったいないなって感じで、まあ、下地をね、そのまま、生かしてね、仕上げて、それからクリアを拭こうと、今回は。下地のね、地肌をね、そのまま、生かそうということでね、今回決めてね、こんな感じで仕上げました。なかなかね、いい感じになりましたね。で、また、トラスのカバーとかね、交換して、で、ラッカーでね、トップだけはね、ちょっと、ギリギリまでね、ロゴが消えない程度まで一回削りましたんで、で、まあ、ボディはね、今回、クリアはね、ラッカー吹かないってことでね、前もお話ししましたけど、ヘッドはね、ちょっとラッカーかけてみようかなと思います。ヘッドはね、そうすると、年数でね、ウェザーが入るもんですからね、ちょっとなんか渋くなるかなっていうのと、このエッジのね、この木の地肌の部分もね、クリアをかけてあるとね、ちょっとくすんできていい感じでね、黄ばみが出てくるから、まあ、その辺もあるもんですからね、まあ、ヘッドだけはね、ちょっとラッカーのクリアをね、2、3回に分けてね、ちょっと拭いてみようかなって思います。はい、一応ね、あとね、この前見たボディはね、下地まではやりましたんでね、あとはまあコンパウンドかけてね、でヘッドの塗り終わってからね、全体的に、ちょっと渋めの照りを出すようにね。で、ヘッドは最初にねお話ししたみたいに、このジョイントしてある部分をね、ちょっと隠すためにね、ちょっとなんていうかな、ちょっとサンバーストっぽくね、裏だけね、ちょっとブラックを軽くね、このサイドとね、トップの部分と、まあ、この辺をちょっとね、黒で拭いてみようかなって思います。そうですね、まあこの調子だとあと1、2週間でね、全体仕上がると思いますんでね、また完成したらね、動画、アップしますね。また見てやってください。はい、そういうことでね、ヘッド加工に、まあヘッド加工がね、大まかなヘッド加工がまず終わったという、ご報告でした。